そうですね。まあ、前々からドルビーシネマでやりたいという話は自分たちの中でもそういう思いはあったんですけど、何年か前から AC 空間で映像を作るということを研究してるスタッフがいてですね、で割とその後で映像を作った後に色調整とかその辺のところでもかなりレンジが広くできるんで、これはいいということで ACS 空間内で、映画を作ってたんですね。そしたらそれはもうまさにドルビーシネマにもうほぼその状態で作ったればすぐ変換できるっていうことで、あ、それはすごい便利だなというか、ドルビーシネマ自体やりたかったことなので、ぜひそうさせてくださいっていうのと、あと、まあ、音の方もドルビーに対応できるような状態で作ってたものですから、そんなにドルシネのためにすごいいろんなことしなきゃいけないっていうよりは、そもそもの作り方自体がちょうどドルシネと非常に相性が良い作り方をしていたんで、割とすんなりやれたという感じです。やっぱり黒の締まりとやっぱり輝度の高いところの、その本当に白の中にさらにははなんていうか反射してる白があるみたいな感じっていうのは、やっぱり現実に見せるというか、スクリーンの向こう側にまた別の、空間が広がってるみたいに感じるぐらいクオリティが高くなるんで、やっぱりそこはぜひやりたいなっていうふうに思いましたね。だから「スター・ウォーズ」のエピソード7の時かな、初めてドルシネを見させていただいたんですけど、やっぱりなんかこう絵の奥行きというか本物感が全然違ってたんで、やっぱりこれはぜひいつか自分の映画でもやりたいなっていうふうに思いながらやってきてたんですけど、ようやくこちらでやれたというか、一番こう効果的に感じるのはやっぱり大島で最初の、まだ変化する前のゴジラが出てくる時の暗さですよね。闇が本当に真っ黒に映ってるんで、そこからぬっと出てきた時の怖さみたいなものとか、あと真っ暗な、基本的にその照明がない世界の中に炎が燃えてる時のこの炎の輝度っていうか、本当に眩しいような炎みたいな感じですとか、そういう夜のシーンがすごく印象的だなというふうに思いますね。まあ夜のシーンあんまりない映画なんですけど、それでもやっぱりその私の夜のシーンはすごくそのゴジラの怖さに貢献してくれてる気がしますし、あとまあバラックの中の全体が本当に暗い中にどれだけ階調があるかってことで、その絵のリッチさというか、潰れてしまいそうなところが全部階調があるのが見えてるってところが、やっぱりこの仕組みの素晴らしいところかなというふうに思いますけど。そうですね。やっぱり音に関してもかなりダイナミックレンジが広いことによって、快音ちゃんと聞こえるけど、ゴジラの方向とかはもう本当に迫ってくるみたいな、音のリッチさっていうのもこの映画の、そのゴジラの恐怖感みたいなものはすごく担保してくれてると思ってるんで、そこにもかなり頑張ってもらって、音も素晴らしいものをつけてもらったなと思ってます。エンドクレジットはね、もう音の力でなんかみんなをもう一回恐怖を思い出してもらうみたいな感じなんで、あそこは純粋に音しか聞こえて、文字と音しか聞こえてこないんで、逆に音の凄さみたいなものに人の気持ちがフォーカスできるんで、あそこで結構あれを称賛してくれる人は多いですね。最後の最後まで怖かったっていうふうに言われて、でどんどん足音が近づいてきて、最後ってなったところで終わる感じっていうのは、やっぱり読後感を、その見た後の感覚をすごく補強してくれてると思います。人ってね、割とこうなんだろうな、限定された情報だと、例えば映像が見えないとかだと、やっぱり神経をフォーカスできるんで、そうすると音にすごく意識が集中できるんで、そこから来る、聞いてたらなんか最初遠くからね、遠くから足音が聞こえてきて、そこにフォーカスしてたらだんだんでかくなって、ものすごい音がドーンってくるんで、やっぱりで最後の方向が鳴り響くっていうのはいい構成だなと思いました。あれは音チームが考えてつけてくれた、こういうのどうですかって言われて、素晴らしいですねって言って、多分
僕は直接そこに関わってるわけじゃないんですけど、思いとしてはやっぱり、あらゆるものを全部詰め込むっていう思いの中で、テレビシネマを家庭で再現できるようなフォーマットにしたんだと思うんですけど、やっぱそこすごいとこですよね。他のラジオフォーマットって一切家庭には持ち込めないんですけど、テレビシネマだけは家庭にも再生する環境があるっていうところがやっぱ、優れた部分だなと思いますし、やっぱね、絵の奥行き感、本物感みたいなのを体験してもらいたいですよね。もし劇場で見えなかったとし人がいたとしても、やっぱり発行してるものですから、そこはなんか違う感じがしますけど、でもやっぱり会長は十分あるという感じですよね。発行してるから逆に一番光ってる部分っていうのがすごくガーンってくるのがやっぱ素晴らしいなという気がします。3D 映像ってあるじゃないですか、こう裏にかけてみる。あれとは違う意味での 3D 感を感じるんですよ、僕は。そのなんか奥に、ただ単にこのテレビとかスクリーンの形をした窓から外をずっと見てるみたいな、本当の風景を見てるみたいな感覚にちょっと落ちることがあるんで、変な立体感がありますよね。ですごく潜在意識のところに影響すると思うんですけど、白い光の中にまたキラキラって光るものがあったりすると、これ頭ではね、もちろん映像だって分かってるんだけど、なんか本当のことなんじゃないかなってどっかで潜在意識が感じるみたいなところがあると思うんですけど、それを家庭でできるっていうところがやっぱすごいところだなというふうに思いますね。だいぶいろんなそのドルビーシネマを再現できるようなものっていうのがだんだん広まってるというか、かなりこういうことに詳しい人はそういう機材を導入してる例も多くなってきてると思うんで、ドルビーシネマが一番劇場に近い興奮を味わえるんじゃないかなというふうに思います。どこが一番いいんだろうな、銀座ですかね。銀座、あえて怪獣がその昼間というか明るい光の中に怪獣が出てくるっていうことに挑戦してるんで、そこでその体のその鱗の部分での反射の具合やとかっていうところがすごい繊細に、かつ ダイナミック、レンジ広く伝わると思うんで、昼間の銀座を攻撃してくるゴジラっていうのはちょっと注目してもらいたいなっていうふうに。意外とその小さい機材がみんなすごいいいモニター積んでて、大きいテレビより小さいテレビの方が色的にはリッチだったりする時があるんで、ちょっと戸惑う時ありますけどね。 iPhone で見るのが一番いいんですよって言われます。その ASS のチェックするときに iPhone が一番いいんですよって言われて、いやちっちゃいからと思うんだけど、ね、iPhone はすごいって言われますね。タブレットとかもね、最近のやつはみんなそのモニターがすごくよくなってますのそうでで、すね。ただやっぱでかい画面で見てもらいたいなと思うんですけど、家で一番でかい映像機器で見てもらいたい気はしますけどね。やっぱどうなんでしょうね、ちっちゃくなっちゃうとなかなかその迫力っていうのは伝わらないかもしれないし、でもやっぱ音はね、音だけでも本当に素晴らしい快調があるんで、小さい画面でも音の迫力みたいなのが伝わってくると思うんですけど、ただやっぱでかいとこで大きいモニターで見てもらいたいなと思いますけどね。監督としてはやっぱりそういうそうです。ホームシアターの。ホームシアターまで行かなくても大きいテレビで見てもらえばだいぶ感覚は違うなと思います。そうですね、特にそのアメリカのプレミアは本当北米の中でもすごいゴジラ好きの人たちが集まってたんで、ゴジラってこんな人気があるのかなっていうぐらい、もうなんか結構リムジンみたいなので行ったんですよ。で、降りた瞬間からもううわーって来てて、でなんかスターが来たみたいな対応をしてくれて、でしかもみんなもうサインかけ写真撮れ、うわ っていうのが、だから多分レッドカーペットどのくらい歩いてたのかな、そんな長いレッドカーペットじゃないんですけど、1時間とかもっとかもしれない、その長い時間そこに滞在してる感じで、で始まってからもやっぱりあらゆるところでみんなリアクションしてくれて、非常にお客さんと一緒に見たんですけど、なかなか得難い体験をさせてもらいましたね。
すごかったです。あの、ね、熱量がすごかったですね。あ、ゴジラ本当に人気なんだなと思って、それまで結構北米で公開するっていうのにちょっと危惧してたんですよ。あの字幕版だし日本人しか出てこないし、これ果たして、まあ、もちろんゴジラは出てくるんで、 ある程度の人は来るだろうけど、 そんな2000巻以上でやるみたいなことだったんで、果たしてこれがちゃんと埋められるんだろうかと思ってすごい心配してたんですけど、なんかプレミアをやった感じはもう大丈夫だなっていう感じになりましたね。それがね、あらゆるところで笑ってほしいところもすごい笑うし、すごい深刻なところでは深刻な空気が漂うしっていうのがすごい理想的なお客さんでしたね。神木くんと一緒に行ったんですけど、神木くんもすごいこんな反応してるお客さんと見るのは初めてだって言って感動してくれました。うちの元社長で会長のところにもう引退してるんですけど、私たちがさアカデミー賞欲しいとかって言ったら、そんなことはずつしくて言えなかったよねって言われたのが一番なんか面白かったですね。なんかそういうもんだったんですよ。そのなんか言うのもはばかれるっていうような、ちょっと違う世界の賞だったので、それをもらえたっていう感じがすごい伝わってきて改めて嬉しかったですね。あとまあやっぱりそのいろんな今まで の仕事をしてきた人たちがみんなおめでとうって機会があるごとに言ってくださるっていうのは本当に嬉しいですね。自分の瞬間をテレビでリアルタイムで見ててすごい盛り上がって泣いたみたいなことを聞かされると、ああなんかたくさんの人が喜んでくれてるっていうのはすごくいいことだなっていうふうに思いますし、なんかお裾分けができたみたいでちょっと嬉しい。まあそれ作品の内容によってね、全然違ってきちゃうと思いますけど、やっぱジェラルミンですよね。ジェラルミンの輝きはなんかやっぱちょっといいですよね。米軍機とかのその金属の本当にジェラのまんまの状態の飛行機のギャンってくるところとか、ずいぶん前にそのドルシネのデモリールで見せてもらったときに、やっぱそれが一番なんか本当のものだなっていう感じがしたんで、そういう機会があったらいいなと思ってますし、やっぱ金属の輝き反射ですよね。太陽光の金属の反射っていうのはやっぱすごい強力だなっていうのも、あとやっぱロートーンの暗い中での会長の素晴らしさっていうのはやっぱすごくいいんで、ありがとうございます。音に関しては音もやっぱりやっぱ僕の作るタイプの映画っていうのはダイナミックレンジ広くないとまずいんですよ。普通のところは普通なのに突然そこにドーンって音が入ったりとか、すごいそこでショッキングなシーンも作れますし、物がやってくる迫力って半分は音でできてるんで、轟音は轟音で低い音が小さいところは小さくちゃんと聞こえるっていう、その両方があるとやっぱりエンタメっていうのはすごく助かる部分があるんで、そこは大事にしていきたいなって。どうですかね、いくつか企画はもう同時進行で何本も動いてるんですけど、まあ、それが最後まで実を結ぶかどうかも含めて、何が今後皆さんに見ていただけるのかっていうのはまだまだ未知数ではあるんですけど、ただ今回ゴジラが結構その海外へのドアを開けてくれた感じがあるんで、ただなんかその調子に乗ってアメリカに一人で行って向こうのチームで撮るとかっていうのは大体失敗するんでなんかうまいやり方ないかなと思って考えてますけど、ちょっとスタンスが変わってくるかもしれないし、そういう時にどうなっていくのかっていうのは慎重に考えながらも新しい冒険に出て行ってみたいなと思ってます。ゴジラをこれから映画館で見る方、ご家庭で見る方、最高の環境で、できればドルビービジョン、ドルビーアトモスで、見ていただければいいなと思います。ぜひよろしくお願いします。